テイクバックをスタートして、球を打ってください。メトロノームみたいに。こう、傾いてしまうっていうのは、この位置自体が、来ましたよ、はい、初だね。俺何年ぶりだろう来たの。場所ですね、リモンヤさん。今回使った来たことあるんだ。あら、もちろん昔散々来たの。あ、スイングリモンヤで、はいね、今回ですね場所をお貸しいただけるという、はいね、スイングリモンヤさん、ありがとうございます。ありがとうございます今日はスイングひもんやさんからお届けしたいなと思っております。はい、今日はねんちゃん70代の1、はい、今日第5弾になりますかね。わかんないな、把握してないから。把握してない。え、じゃあ第何弾かわかりませんが、第多分今通知バーンって出してくれたんで、はい、第弾になります。はい、はい、お願いします。ということでですね、まあ今回もまあスイング見てから決めようと思ってるんですが、はい、実はもうやる前からテーマが今回決まってまして、前回の、収録の時に、まあ、気づいた点なんですが、まあ、やっぱ女の子だから、うん、どうしてもアーリーリリースしがちというか、はい、そのアーリーリリースしてしまってる理由とそれの直し方っていうのを、まあ、今回ちょっとやっていきたいなと、はい、でこうそれを今日3人でね、タケとてんちゃんと3人で撮ろうと。でまあ、アカデミーでレッスン終わってから向かおうとしたときにですね、アミが、私はいりますかと私はいりますかと、いや別に来てもいいよと、あじゃあ行きますって言って、ただ立ってるだけです、はい、あとねお前あの正しい例としてやってもらうからね。大丈夫、後ろに鏡があるんで大丈夫。確かにちゃんとポーチェックしてます。あと、まあ、今日のチェックポイントが、ちゃんと竹はこのダウン着てる網の横でちょっと全身バーッとしまってね、竹は、半袖半パンの、頭いかれた仕様になっております。今日も風邪ひく。風邪ひかないですよ。いや多分ひかない、多分ひき方知らないんだと思う多分、まあ、こんな感じでやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速やっていきましょう、うん、え、もう普通に何も気にせずに、もちろんもちろん、いつも通り、もちろんもちろん、いきなりめっちゃ手なんで、あーいいね、今のダフリ見ました。今ダフったでしょ。はい、ダフりました。はいはい、うまいこと挑戦したね。はい、もういきなりやってくれたんでバッチリです。はい、出ましたね、アーリーリリース。出てます、出てます、ゴリゴリに、うん、多分ビフォーアフターでやりたいから、本当は一発目はなんかもうこんなスイングしてほしかったんだけど、あ、まあ、そこそこ上手だから遅いよそこそこ上手だからしょうがないんだけど、やっぱりね、女の子にありがち、うん、アーリーリリース、うん、はい、でアーリーリリースになる理由、お前そこで潰れそうだったらこっち書いてるよね。おい、アミはアーリーリリースなくない？いや、でもやっぱり音が出て、うん、待ってる、ちょっと待ってな。やっぱり女の子より乙女なので、なんだろう、ムカつくだろ、ムカつくムカつくムカつく、お得意のミスが、なんだこいつまあ女の子にありがちなアーリーリリースなんですが、アミも女の子だけになってません。さあなんででしょうって感じで、まあそもそも、まあガタイが違う、そもそもね、そうですね、腕こんなんじゃん、
曲がった、あ、こんなの幅が違うもん。だいぶ違う。幅が全然違う。幅が違いますね。幅がほら、細さ、細さ、ほら、見ても網前腕の太さがもう全然違う。3倍ぐらい違うもん。でもリアルにその重たいクラブがね、あの自分の腕力力に対して重たいからこそそれを補おう、そのエネルギーに抗おうとすることによってなるっていうのがまず一つ、うん、アリリースね。あともう一つが、球を捕まえたい、あらかじめ捕まえる動きをやろうとするっていうのもアーリーリリースの原因なんですよ。多分ね、一回ねクロスの回でもちらっと話したと思うんですが、うん、より今回はね掘り下げて実際球打ちながらやっていきたいなと思うんですが、はい、要はこうクラブ持って、クラブ持ち上げて前に正面に打ち上げて、これでいいよ。ここはストレートでちゃんと当たった場所ですよ。で、まあ、これが要は捕まえた形です。こういう形にトップにたどり着いたタイミングでも捕まえに行きたいからこうやって、うん、ほどいてしまうっていう形、アーリーリリースっていう形になるっていうのが一つ、はい、あともう一つ、上げた力の反動、この力の反動にもしかしたら腕の力が間に合わないんじゃないかと。あらかじめこっちに、こっちが矢印出してね、編集でこっちに、こっちに上げようとする力に対して手先で、いや、こっち矢印出してね、こっちに対してギュッて持っていこうとする力が、腕の力が勝ってしまうとアーリーリリースになってしまうのですが、まあ単純に自分の体の回転、体重移動だけでエネルギーを生んでしまえばそんなことにはならないっていうゴルフチャンネルっぽい話。はい、すごいゴルフチャンネルっぽい話したね。濃すぎる、これ濃すぎない？ YouTube でしょ、 YouTube でしょ、これこれただでしょ、これただです。金もらえないやつでしょ。直しなさい。リリーゴルフモンスターの方に入っていただけたら話がしますなんで自分でエネルギーを生んでいくっていうのを覚えてもらいたい。まあ要は、今アーリーリレースを直すっていうスタートから始めてるんですが、内容的には体重移動のやり方、これみんな好きよ、これ題名すごい大事よ、これ題名次第でバズるよ。バズる、うん、体重移動、かっこよく言うとウェイトシフト、うん、でみんなが勘違いしてるスウェイとは何ぞやっていう、この辺について触れていきたいなと思うんですが、例えばだけど野球ボール投げるときに前にこうやって移動してから投げるじゃない、はい、まあ、こうやって移動しながら投げるとは見ないじゃない、まあまあ単純にのこのまんま投げるのとこうやって体重乗せてから投げるのとどっちが速いか、サッカーボール蹴るのにこうやって走ってバーンって蹴るのと、キャプテン翼みたいにベアって足上げてからってバーンって蹴るのと、あれ漫画だけだからね。実際にボール打つ時もこの止まった状態からエネルギーを使おうとするから、足りないから補おうとしてハッてなりがちなの、特に女の子の場合は。男の場合はそれでも引っ張れるだけでパワーあったりするからね、男性の場合はね。特に力のない方や女性の方の場合は補おうとして、アリリース、昨日もあの雑誌の取材で某雑誌の編集長、すごい仲良しの人がいるんですけど、上手いんだけど飛ばない、とにかく上手いんだけど飛ばない、どうなってしまうんですか、アーリーリリースになっちゃう。もう全く同じ話をしてて、やっぱりその、まあ、線の細い人だから余計にこうなりがちになって、で種を作ろうとして、種を作ればアーリーリリースしないから種を作ろうとしてるんだけど、でも治らない、治るわけないでしょ、力が補えてないから。形を直そうとするんじゃなくて、足りないエネルギーを補ってあげることが大事。止まった状態から動くんじゃなくて、止まった状態から叩くんじゃなくて、動いた状態から叩くための、まあ、要は体重移動っていうのを覚えてもらいたい、はい、でその体重移動のやり方、もうお前これいる寒いペラペラペラ一枚なんだけど、体重移動ってどうやってやる？どうやってやる？どうやってやる？右に行って、うん、特に意識してない。そう、できるやつは何も考えてねえみたいな。これなの。要はおっさんたちでもできてる人いっぱいいるのよ。よくわかんないままとりあえずできちゃってる人いっぱいいるから、
結局。じゃあそれを伝えるってなった時にできる人はこうやってやんだよ、普通にやんだよになっちゃってるから、体重移動のやり方に対して細かくこうやってるところがあんまないのよ。だからこそ体重移動ってちゃんとこう言葉にしていかなきゃいけない。で、左にもうバンバン行くね。左に移動するときに足の蹴りだとか、まあ以前ね右足の蹴りの回ありましたけど、あれとかあと腰の回転だとかよく言う方が多いですが、例えばで、あ、そうだ、言うじゃん、野球やってて。どっちでもいいや、ちょっとジャーバー脱いで、ちょっとジャーバー脱いで、ちょうどいいじゃん、いるじゃん、野球やってたやつ。今日は何ですか、お葬式ですか、おつやです今日はおつやですか、まあ、多分コアなファンの方は、コアなカットイファンの方は知っているキュンです。キュンですってポーズ決めないとね、どんなポーズがいい、なんか指圧じゃないの、針なの、こう針なの。テイクバックをスタートして球を打ってください。5メートルノームみたいにこう傾いてしまうっていうのは、この位置自体が